こちら仙台駅には甲子園から帰ってくる育英ナインを出迎えようと多くの人たちが集まっています。昨日から東京から出張で来てたんですけど、ちょうど仙台育英が帰ってくるということで、楽しみに待ってました。興奮しましたし、準優勝すごいことだと思います。仙台育英の選手を見に来ました。選手に伝えたいこととかありますか？準優勝おめでとう。仙台育英の選手が帰ってくるということで、今学校終わりに、来てちょうど見ようかなと思います。準優勝でもすごいことなので、これからも応援してます。午後4時前、須江航監督と準優勝盾を抱えた山田修也キャプテンを先頭に育英ナインが到着すると、校内は歓喜に包まれました。激闘を終えた仙台育英の選手たちが帰ってきました。ファンの拍手に会釈で応えています。集まった人たちがおめでとうと拍手で祝福しています。駅では感動をありがとうと書かれた横断幕を掲げて快挙を祝いました。育英ナインは報告会が行われる宮城野校舎へと移動しました。